はですね、200万人の人口を抱える大きな都市なんですけれども、年間で約6メートルの雪も降る大変珍しい町です。1972年にアジアで初めての冬季のオリンピックが開催されなど、ウィンタースポーツの盛んな町でありますけれども、今回世界の三大スポーツの一つであるワールドカップのラグビーが札幌で開催されるということで、大変嬉しく光栄に思っています。この札幌ドームで多くの選手や役員、そして観戦に訪れる人たちをお迎えをしたいと思っています。で、今選手の皆さんが最大のパフォーマンスを発揮できるように準備を、札幌は町の魅力、景観やそして温泉、美味しい食べ物もたくさんありますので、200万人の札幌市民が、多くの皆さんが札幌にお越しになること、本当に世界のラグビーを見られることは本当に一度あるかないかなんで、特に子どもたちにそういう世界のラグビーを見てもらって、どういう、将来的にどういうのがある方向に向かいたいのか、そういう目標を見出してもらえればいいなと思っております。特に仲間意識、友達を作る、で、仲間を大事にする気持ち、その辺を高めてもらえれば、その辺を目標にして子どもたちを指導しています。